福島空港及び周辺の空撮ロビー、福島空港周辺の空中写真、2009年撮影の2枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成国際線カウンター、福島空港は福島県石川郡玉川村と塚川市にまたがって位置する地方管理空港である。12月、福島県庁期総合計画を策定し、この中で 航空運輸の需要増大に対処し関係施設の設置を検討することとされた。3月3日、松平伊佐知事が県議会で空港建設に積極姿勢を示す。10月、空港的地選定に着手4月25日、県が空港対策本部を設置。同時に、専門家による県空港整備計画専門委員会を設置し、 候補地の詳細比較調査に着手。候補地は、足立北、足立中、足立南、田村西、須賀川東、東和町、トロソン及び大神村の8カ所。9月7日、候補地として3カ所を選定候補地は、足立南、田村西及び須賀川東2月1日、福島空港の候補地区を須賀川東地区に決定4月1日、元気拡張西部に、 空港建設対策室を設置5月28日、基本計画決定4月1日、県空港調査事務所を須賀川市に開設。2月15日、第5次空港整備5カ年計画に、福島空港の開港整備が盛り込まれる4月1日、県土木部に空港建設課を開設6月13日、福島空港の飛行場設置許可を申請9月20日。 航空法第38条に基づく福島空港の設置許可9月25日、空港法第40条に基づく福島空港の工事10月11日、福島空港の政令指定11月28日、福島空港整備を盛り込んだ第5次空港整備5カメ計画が閣議決定6月、県が福島空港公園計画を発表2月20日、 塚川市及び玉川村の地権者が建設に同意。4月1日、福島県空港建設事務所、開設9月14日、福島空港起工式4月26日、福島空港ビル株式会社設立11月29日、福島空港の滑走路2500メートルへの延長を盛り込んだ第6次空港整備5カ年計画が、閣議決定10月1日、 東京航空局福島空港出張所、福島地方気象台福島空港出張所、福島空港管理事務所を開設2月1日、福島空港管理事務所を福島空港ターミナルビル内に移転2月4日、共用開始工事3月20日、福島空港開港2000メートルの滑走路1本にて共用。建設費は562億円。札幌、名古屋。 大阪路線開設5月1日、福岡路線開設6月1日、函館路線開設9月4日、沖縄路線開設3月16日、飛行場施設変更許可を、申請6月22日、飛行場施設変更の許可6月29日、航空法40条に基づく福島空港の工事7月22日、帯広便開設11月13日、 滑走路2500メートル延長工事の起工式。8月15日、日中航空当局間協議において、福島空港を中国の新規乗り入れ地点とすることを、合意6月17日、国際線旅客ターミナル着工1月21日、日韓航空当局間協議において、新規路線として、福島ソウル路線を追加することを、合意5月31日、 国際線旅客ターミナル開館6月17日、上海との国際定期路線開設6月22日、ソウルとの国際定期路線開設4月1日、福島県福島空港管理事務所と、福島県空港建設事務所を統合し、福島県福島空港事務所となる。7月13日、2500メートル滑走路全面、供用開始4月1日、 広島路線開設8月4日、空港利用者が500万人、達成3月20日、開港10周年2月17日、名古屋路線再開1月、福島上海路線が、搭乗者10万人を達成。3月13日、取付誘導路供用開始6月5日、滑走路警戒等供用開始2月1日、日本航空撤退6月22日、国際線、 就航10周年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生。関西島の窓ガラスが破損したが、運用は継続された。3月13日、臨時便の運航開始。東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、新千歳空港との間にた日最大22便の臨時便が運航された。当空港は1982年の 東北新幹線開業から約10年後に開港したため、東京国際空港へ就航するのはこの時が初めてである。4月10日、臨時便の運行終了。11月24日、福島空港ビルが東京電力に対し、福島第一原子力発電所事故による国際線の運休に伴って発生した減収4800万円を賠償請求。2月19日、 利用者数1、00000 000 000人突破。3月20日、開港20周年4月1日、福島空港で実施していた、完成技術業務が仙台空港へ移管。氷点飛行場の施設制限表面滑走路、誘導路エプロン、福島空港ターミナルビルレンタカーは、トヨタレンタリース、日本レンタカー、タイムズカーレンタル、日産レンタカー、オリックスレンタカーが、 利用可能かもつビル。福島県消防防災航空センター民間の訓練施設国内線カウンター国際線カウンター。あと航空会社名が2社以上の場合、最善の航空会社の機材、乗務員で運航する共同運航便。かつての定期就航路線現在のところ定期、就航路線はなしかつての定期就航路線。日本の空港統計情報も参照100-00200。 零零零三百、零零零四百、零零零五百、零零零六百、零零零七百、零零零八百、零零零1九9五年度2千年度2千五年度2千十0年度2015年度開校当初の1九9三年度、三十万人弱であった、利用者は順調に伸び、過去最高となる1九9九年度には七十五万人を超えた。しかし、 これ以降減少に転じ、2009年の日本航空撤退、2011年の国際線運休に伴って、乗降客は大幅に減り、現在に至る。国内線においては、日本航空グループが2009年1月限りで撤退するなど、厳しい状況が続く。日本航空グループ、編集福島空港に、初めて飛来したジャンボ機最大で7路線を、 運航していた日本航空グループは、他社競合やローカル空港間輸送の低迷による利用率減少により廃止が相次ぎ2009年1月31日をもって全面撤退した。全日本空輸グループ、編集福島空港に初めて飛来した、ボーイング 787ANA ジャンボ機、福島空港への最終フライト中期中のエルディウ機、全日本空輸グループは、 グループに入る前の中日本エアラインサービス、コードシェア運行をするアイベックスエアラインズを含めて最大で5路線運行していた。現在は2路線を運行する。福島県内を出発地として航空機を利用した移動において、福島空港が出発空港として選択された割合は3割程度に過ぎず潜在的な需要はあると言われている。また、 撤退した路線の搭乗率低下については、使い勝手の悪いダイヤを指摘する声もある。アシアナ航空便2011年3月11日の東日本大震災発生以降、定期便は全て運休している。2011年11月現在、国際線の利用者は、昨年同期と比較して99%減と、大幅に落ち込んでいる。福島交通バス、 福島空港タクシー空港駐車場アクセス、リムジンバス、ありがとうございます。